クリスマス目前の木曜日、小沢がやってきたのは目の前に海が広がる遊園地。クリスマスを過ごすには最高の場所だな。夕暮れのテラスで恋のチャンスが。すいません、今日って日没何時だか分かりますか？日没？あと30分ぐらいじゃないの？どうしたの？あの観覧車から夕日を見ようって約束したんですけど、あと30分か。今日じゃなきゃダメなの？クリスマスは実家に帰らなくちゃいけなくて、今日が最後のチャンスなんです。そうなんだ。もう待てない。私と一緒にあの観覧車に一緒に乗ってくれませんか？僕が？沈む夕日を一緒に見たい？その一言がハートに火をつけた。日没迫る観覧車で甘い時が動き始めます。この番組はデザートオブライフ富谷広島店の提供でお送りします。何があっても決して止まらないものってなんだ？え、なんだろう？それは時間。嬉しいことや嫌なこと、怖いことがあっても決して止まらず動き続ける、それが時間。でもそんな止まらない時間でも不思議なことに誰かと分かち合うことができる。だからここからは僕のクリスマスプレゼント。これからの僕の時間を君に送ります。日没が恋のタイムリミット、時間よ止まれ。これからの僕の時間を君に送ります。あ、間違えてた。イブって明日ですよね？そうだけど。うわー、私ったら1日間違えてた。ごめんなさい。過ぎ去った時間は帰ってはきません。でも返して。